よーし変装もバッチリだねプロデューサーちょっとだけ出かけてくるよ遅くなる前に戻ります。私の留守中に何かあったら許しませんよ <noise> むむアリサ気になります友果ちゃんとエレナちゃん 一体どこに行くつもりなんでしょうかプロデューサーさん後をつけてみましょうママこのバスを使うということはトモカちゃんとエレナちゃん 市場河原町の方に向かってるみたいですねこっそり同じバスに乗り込んじゃいましょうプロデューサーさんには帽子をかぶってもらいましたしアリサは気配を消すの大得意ですからあっ友果ちゃんとエレナちゃんお店に入っていきましたよ あの店、見たことがあります。あ思い出しました前に、アリサの好きなアイドルちゃんが、ここで買い物をしたってブログに書いてましたこれは京都に来たアイドルちゃんたちが、必ず立ち寄る店としてチェックせねばアリサメモに書いておきますメモメモ、メモメモ。 アイドルちゃんのツアーで来たりオフ会で来たり京都のローカルアイドルちゃんを見に来たこともありましたよムー <laughs> アイドルちゃんの追っかけはアリサの趣味ですからとっても楽しいですよあっ <laughs> アリサ夜の繁華街はちょっとだけ怖かったりしますけどプロデューサーさんと一緒なら安心ですえー、っと了解ですうんな何でしょうかプロデューサーさんアリサ背後から強烈なオーラを感じます ダメプロデューサーそれに、アリサさんですかカギ回るのが好きな小ネズミちゃん達がいるようですね 私たちの後をつけるなんてあしたない子ネズミちゃんたちですねこれはお仕置きが必要でしょうかキュ許してください友果ちゃんやだなアリサ私たちアリサを煮たり焼いたりはしないよ 先に私たちの後をつけたのは、アリサさんとプロデューサーさんの方ですよ。連名の時間を差し上げましょうか。と、もかちゃん、エルナちゃん、すみません、ごめんなさいアリサ、二人がどこに行くのか、ちょっとだけ気になっちゃっただけなんです私たちの行き先、うんー、見ての通り、お土産屋さんだよ。 お留守番のみんなにお土産買ってってあげるの。ご当地のキャラグッズもたくさんあって、目移りしてしまいましたよ。私の言葉を疑うのですかプロデューサーさん。私たちはアイドルだからね。ちょっとくらい変装してた方が楽しいでしょ アイドルちゃん二人が闇夜に紛れてお土産を買いに京都の街へうん、アイドルちゃん同士の京都デートですねデートというならアリサさんとプロデューサーさんの方では寄り添いながら街を歩いている姿はデートのように見えましたよあれああ コが声をかけた時もプロデューサーはアリサを守ろうとしてたよねそういうのちょっとだけ羨ましいなうわ <noise> さて私たちはそろそろ帰りますよ皆さんへのお土産も買えましたプロデューサーさんたちはどうしますか <noise> そそれはも プロデューサー、アリさん。ついでに、荷物持つのを手伝ってほしいな。<laughs> たくさん買ったら重くなっちゃった。任せてください後をつけちゃったお詫びに、アリさん、お手伝いさせてもらいます帰りのバスはあっちだよ。バスがまだ動いててよかったね。バスが終わっていたら、プロデューサーさんに乗り物になってもらうところでした。 あ《ああのプロデューサーさん》今日はアリサに付き合ってくれてありがとうございました結局ともかちゃんたちには見つかっちゃいましたけど。 来たことはありますけど誰かと一緒に街を歩いたことってほとんどなかったから今日はとーっても楽しかったですプロデューサーさんのおかげですまた一緒に行って観光したいです Thank <laughs> you.